はい、改めまして高巻と申します。趣味で、このホームキットハックをやってます。最初に断っておくと SWIFT どころかのコード一切iOS のコードないですよ割とグレーゾーンな話をするはずなので、はい。で、ホームキットはですね iOS 10、あ、iOS いくつかでしたっけね、 iOS いくつかだとちょっと僕も忘れたんですけど、スマートフォームのフレームワークが入りました。それに対応した、家電なりを使って iPhone で簡単に、連携できますっていうようなサービスをアプリが出しましたというのが、スマートフォン、ホームキットの、軽い紹介ですね。で、代表的なのだと大体このヒューってやつですね。部屋の明かりを自分好みに変えたりとかすることができます。これが専用のアプリがあったりするんですけど、これが、ホームキットに対応しています。なのでこれを設定しておくと、iOS 10の方はすでにホームアプリに入っているかと思うんですけど、そちらの方で、ヒューを操作することもできるようになっているはず。ここですね。今再びのホームキットという名前で、実はこれ別の勉強会で発表した内容なので再びのホームキットになっているんですけど、あまり気にしないでください。で、私エンジニアをやっておりますということで、電子工作をやったりして、ホームキットは本来Apple が認証した MFI 認証というのがあるんですけども、認証したデバイスしかつなげられません。ただ、ちょっとそれを、MFI 認証を通してないものをつなげるってハックが、ちょっと流行ってまして、それをやっていますというところですね。で、これは別の勉強会でやった内容なんですけども、ホームキットと、そのホームキットサーバーをエミュレートするホームブリッジというツールが、ノード NPM で公開されてるんですけども、それを使うと、例えばここに書いてあるラズベリーパイなどを使って、ホームキットのデバイスのように動かすことができます。私はそれをですね、ラズベリーパイにつけた、赤外線リモコンを使ってシーリングライトを操作するみたいなのを以前やったことがあるんですね。で、そういったこの資料をそもそも発表したウォッチハックっていう、ね、同好会があるんですけども、そこの本を出していまして、ラズベリーパイで始めるウォッチハック、これやると結構そのお家でラズベリーパイを使ってどんなことができるかっていうのをすごくいろんなパターン紹介されてますので面白いです。で、先ほど、資料に私の言った赤外線リモコンですね、これも載っていますと、ていうか僕が書いたのモジュールが使われました。そこでびっくりみたいな感じですね。はい、話がちょっとそれましたね。で、iOS 10にリリースされました。で、じゃあ10で何が新しくなったんでしょうというところで、 Apple TV と iPad がゲートウェイになるようになりましたと。ゲートウェイになると何が嬉しいかっていうとですね、今までホームキットを使って、デバイスの操作って、いわゆるローカルネットワークだったりしたんですね。ただ、iPad もしくは Apple TV が iCloud に、ログインしている状態であれば、外の、ネットワークからそれを操作することができるみたいなことが簡単にできるようになりました。なので中で、家の中で、ホームキットの対応デバイスは、Wi-Fi にただつなげてるだけみたいな形で、なんか外に対してこうなんかポート開けるなり、なんかこう外からアクセスさせてもらうための仕組みを、ユーザーが特に考えなくてもいいというふうになってます。で、これ細かいことですけど、 TVOS でもホームキットフレームワークが使用可能になりました。これはフレームワークが、可能に使えることができるようになったということなので、ホームキットアプリは作れるんですけど、Apple TV の方にはまだホームアプリはありませんという、似たようなものは作れますねというところ。対応アクセサリーが追加されました。といっても多分今ここにいる方はほとんどそもそもの対応アクセサリー知らないと思うのであれかと思うんですけど、実はこういう感じですね。ドアベルとかに対応しました。で、カメラに対応したっていうのも結構新しい話だったかなと思います。これは WWDC のデモでやったんですけども、いわゆるリモートカメラ、IP カメラのアプリとかあったんですけど、それを OS 側でサポートしているようになったので、いわゆるロック画面にこういう感じでですね、ドアベルでピポーンっていうのを通知がロック画面で表示されて、そこで応答したりとかメッセージ返したりとか、マイクとかスピーカーの音を、OS 側で iPhone 側で聞いたりとか、そういうことができるようになりました。で、そのホームキットを着用したいですという時に使うのはこのホームブリッジっていうものですね。これサイトに載ってますけども、ノードのモジュールで、ブリッジをエミュレートします。この辺さっき軽くあったりですね、
ハムキットアクセラシミュレーターから多分リバースエンジニアにしているっぽい、あの割とヤバそうな匂いのするやつですけども、その辺は後でまた触れます。で、ホームブリッジ自体も新しくなりました。IP カメラとドアベル、まあ、さっき言ったその iOS10 に対し、アップデートされたことに関して、その同じように追随してアップデートされるようになりましたということですね。で、そもそもの、アクセサリーにどんなものがありますかというところなんですけど、まあ、例えば部屋の温度計だったり、まあでスイッチだったり、まあ、エアコンだったり、あと照度センサー、まあ、動体センサーみたいなやつに対応したりとか、割と実は対応しているものが多いんですね。日本ではないですけど。で、その私の方はこれをその iOS 10になって使えるようになった IP カメラを試すっていうのをちょっと試してたんですね。で、例えば Mac で簡単に試したいという場合なんですけども、このホームブリッジアイサイトを使うと、Mac のフロントカメラですね、あれを使って、簡単にカメラを試すことができます。で、この背景の方になっているのは、ちょうどあのホームアプリでそのホームブリッジアイサイトを使ったらこうなるっていう、イメージなんですけど、イメージというか実際の画像なんですけども、上の方が、カメラネーム、下がアイサイトカメラって書いてあるので、下があの Mac の、フロントカメラを使ったものになりますね。こういった感じであのアプリの方で、カメラの映像を見ることができるようになりますと。逆に、ホームブリッジカメラ FFmpeg などを使うと、まあ、自分でストリーミング動画を作れば、それをカメラとして、ホームキットの中の IP カメラの方に流し込むことができます。この背景の左側の方ですね、ラズベリーパイにカメラモジュールつけたやつを、認識させていきます。で、先ほど言ったゲートウェイの話ですね。だこういったカメラを、家の中の Wi-Fi につないで、ローカルネットワークの方につないで、iPhone のホームアプリの方で、アクセサリーを追加しておくと、まあ、外に出た時もそのカメラとか映像とかをですね、 3G 回線経由でもちゃんと iCloud を経由して、見ることができました。でですね、このホームキットプラ、ホームブリッジのプラグインっていうのはよく使われているので、あの Google は本当にこればっか使われているのが出るんですけど、コマンドっていうのがあります。これは実はスイッチを、シミュレートする形になってまして、でスイッチのオンかオフかっていうところに対して、好きなコマンドを実行させることができるようになります。なので、スイッチがオンの時にこの URL を叩くみたいな感じで変わるコマンドを設定しておくとか、オフの時にこれみたいな感じで設定しておけば、あとはもう好きなように WebAPI を作っておけば、ラズベリーパイだろうなんだろうが、もしくはあの普通にコマンドですね、シェルコマンド叩くでもいいですし、そういったことが可能になるというような話なので、結構シンプルで人気がありました。ただ、ホームアプリが出てですね、ホーム画面に、各アクセサリーのアイコンが出るんですね。そうすると、各アクセサリーのアイコンはスイッチになるので、まあ、場合によってはちょっとこのやってることとスイッチがイメージが合わないとか、そういうのがあるので、まあ、なんとかしたいなと思って、アクセサリーをちょっと DIY しようかなと思って DIY しました。で、今回作ってみたっていうのが、この扇風機だったり、まあ、温度計だったり、湿度計だったり、あとはロックメカニズム、まあ、いわゆるロックですね、家庭のセキュリティロックみたいな感じのものを作ってみました。でそれが、ビオノードとグローブセンサーというのを使っています。ざっくりこんな感じ。ビオノードは Wi-Fi モジュールを積んでまして、でそれを使うと、それにつながった、グローブのセンサー、もしくは、まあ、デバイスをですね、ソースする API が、レストの API が作られるんですけども、それをあと叩くだけみたいな形になっています。でこれでデモがですね、これホームアプリを起動して、で実際下があのロックのセキュリティシステムのイメージですね。なのでサーボモーターがこうロックの代わりとして動くようにしています。でもう一つは、扇風機ですね。やっぱりこういったそのホームアプリってあの UI が用意されてるんですね。なので風量の調節とかできる UI がすでに用意されていて、それを、自分でこう操作して今どのくらいのゲージだっていうのをこう API に叩いてくると、実際扇風機、まあ、モーターを今回回したんですけどね、モータードライバー使って回してますという感じですね。ちょっとねラグがあるんですよまあまあそれはしょうがないかなっていうレベルでしょう。はい、あとはその動画だと回転数が分かりにくいんですね。音はあるとすごい分かるんですけど
あとはまあ普通にただのオンオフとかですね、こういったオンオフっていう形で、操作することもできますという感じです。これだとそのアイコン、今見て分かるようにちゃんと扇風機のアイコンみたいになってるんですよ。これと実際の動くものがリンクしているので分かりやすいなっていう形になります。これここまでほぼ電子工作はないです。あのハンダ付け等一切ありません。あ、まあ、すいません、一箇所間違えました。ハンダ付けはモーターのハンダ付けだけやりました、はい。ところで結構気になってきたと思うんですけど、本当に使って大丈夫ですかっていうところがあります。 MFI 認証、 MFI 認証は結構厳しいです。そうですね、例えば MFI 認証アクセサリーとかの、iPad、iPhone のアクセサリーとかも結構 MFI 認証を通さなきゃいけないとかあると思うんですけど、あれって工場のラインまで見られたりとかかなり厳しいです。なのではっきり言って一個人がも取れるものでもないですし、でそういった形でアップルがすごく縛っているものに対して、こういうツールでなんかこう把握していいのっていうところがありますよね。で、もう一つ知っておきたいのが DMCA というのがあります。デジタルミレニアム著作権法っていうのがあるんですね、はい。でちょっとこれが MFI の、まあ、アップルの公式ページに書いてある説明とかですね。で、デジタルミレニアム著作権法と、まあ、今回ちょっと取り上げたいのは、ですね、まあ、プロバイダーとか、そういったその著作権違法になっているのコンテンツに対して、その著作権を持っている側が、訴えを出したときに即座に、削除してもらえれば、別にそのプロバイダーが罰則に値しないみたいな形の話があります。で、これが、ホームブリッジで使われている、ホームキットアクセサリープロトコル、略して HAP っていうんですけど、 HAP Node.js っていうそのさっき言ったリバースエンジニアリングしたっていうライブラリのリードメインの中にあるんですよね。このスペシャルサンクスのところでリバースエンジニアリングしたっていうところの後にですね、防線でキャッシュであると思うんですけども、まあ、アップルに DMCA リクエストをもらって、その解析記事は削除されましたっていうのがあるんですね。なのでアップル的にはやっぱりこの解析している内容自体を公表するっていうのは MFI 認証の MFI の仕様を公開することに値するっていうことで、まあ、このリクエストを出してます。ただそれをもとにしたこのホームブリッジなり、HAP Node.js っていうのがいまだにやっぱり2014年にそれがリクエストが出ていて、別にその後にこのライブラリが作られたわけじゃないんですね。なので割とそこが放置されているっていうところです。なので単にアップルが放置しているだけっていうような感じもするので、だいぶグレー、濃いグレーって感じです。はい。なので これを使って何か製品を作ろう、サービスを作ろうみたいなのは絶対やめた方がいいですねっていうところです。でこれがそのリバースエンジニアリングした人のページで DMCA で検索すると出てくるんですけど、まあ、DMCA リクエスト食らったよっていう話をしていますと割となんか軽いノリで言ってるなと思うんですけど、まあ、その辺は、まあ、何かしらアップルと交渉があったと思うんですけどね。なのでやるんであればこういった DIY みたいな形で、まあ、その開発者が遊ぶようなレベルでやるんであれば、まあ、そこまで問題はないかなと思うんですけども、これを使ってなんか大々的にお金を稼いだりするのはやめましょうってことですね。で先ほど、作って先ほど作っていた、プラグインとかを今後公開したりとか、まあ、そういったところをちょっとやっていきたいなと思っています。以上です。ありがとうございました。